はい。えー、皆さんおはようございます。テクニカルナイストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思います。テクニカル分析というよりは今日はバベット基準で最強スクリーニングできる方法を発見ということで、 スクリーニングの方法について解説をしていきたいというふうに思っております。今日の内容になりますが、まずは今日はね、相場動いていませんので、週足チャートで振り返りをした上で、バフェット基準とは何なのか、具体的なスクリーニング方法とバフェットの売買ルールまでやっていきたいと思います。これ何やってるかっていうと、サブチャンネルの方で、ずっとこのバフェットの財務書表を読む力、この本のね、えー、こう、全容シリーズをやっていたんですね。で、これでなんかいい方法ないかなと思ったんですけど、見つけました。これを紹介していきたいというふうに思っております。で、今後の売買戦略は冷やしの一番均衡表で見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしく お願いいたしますということで、まずはですね、週足チャートの振り返りをしていきたいと思うんですが、チャンネル登録お願いしますっていうのを忘れたので、簡単に説明します。えー、このチャンネルでは、最新の状況を取り上げたニュースとかね、テクニカル分析をお伝えしているんですが、えー、たまにこうやってね、えー、こう、なんかいい方法とかも見つけたらね、やっていきます。で、株式投資に有利な情報っていうのを、なるべく皆さんにお伝えできればというふうに思ってますので、えー、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。では、まずは週足チャートの振り返りからやっていきたいと思います。日経平均株価ですが、マイナスの101.76、0.35%の これ週間ベースで,す、ね、で見ると結局こう上下にかなり触れましたけども小幅なマイナスだったんだなっていうことがわかるかと思いますし13周線がね効いて、えー、なんとかこう支えてくれたようなそんな感覚には見えるかなと思います。 コロナの新規感染者数確認しておきましょう。東京都293、全国で1054ということで、やっぱりこの水準をなかなか下回らないっていうのが、ね、心配ですね、えー。緊急事態宣言、いつになったら開けるのか、えー、注目をしておきましょう。えー、トピックスいきます。31.69ポイントのプラス、1.7%のプラス、日経平均はマイナスだったんですが、えー、トピックスの方が、まあ、強かったっていうことですかね。やっぱりバリュー優位の相場展開が続いているのかなというふうに思います。 マザーズいきましょう。46.19ポイントのマイナス3.8%のマイナスということで、マザーズに関してはやっぱり弱い相場が続いていたということになっております。まあ、金曜日に関しましては、長い、長い下髭が出ているので、まあ、週明けどうなるのか、しっかりと確認をしておきましょう。ニューヨークダウいきます。563.93、1.82%のプラスということで、こちらも引にかけてはぐっと上がりまして、実は600ドル近く上げて終わっているということですね。結構ね、しっかりとした上昇になった とい三度目見ましょう、30.79、0.81%のプラス、こちらも、ね、プラスなんですよね、まあ、ですが、こちらは十字線みたいな形になってますので、ちょっと、ねえー、上にどちらにも触れる可能性もあるかなというふうには思います。えー、ナスダック見ましょう、ナスダックに関しましては117.48、0.92%のプラス、こちらもです、ねまあ、週間ベースで見たら、先週も、ね、かなり下がっていたので、週間ベースで見たら、えー、かなり、ねえー、上がっている、かなりではないか、0.92%上がっていると。 でかなり長い下ひげがついているということですので、そろそろハイテクに戻りが来るのか、来週以降見ていきたいというふうに思います。で、やっぱりちょっと気になるのはテスラですね、テスラの下げがかなり激しいので、ご注目をしていただきたいなと思うんですが、今、26周線ぐらいまでえぐーっと押してきたということですね、これで38.2%戻し、コロナショックの安値から、この高値、直近高値を取った38.2%押しですねえ、押しぐらいまでは来ているということですので、これ要注意。 とといいいうところで見ておいておください26周は0とか38.2%戻しは0とかってこと、惜しいは例とかいうことになると、うん、なんかね、こう見方が変わってくるかなと思いますし、それこそ50%推し、485ポイント、この辺を押してくると、テスラ、まあ、前年押し半値押しは前年押しということもありえますので、そこもね要注意というポイントとして見ておいていただければと思います。 ははいでは具体的なスクリーニング方法を紹介していきたいと思いますしバフェットの基準と売、ね、買ルールに関しても説明をしていきたいと思います。でこれ何やってるかというとバフェットの黄金ルール、まあ、基準とはということで、ね、サブチャンネルの方でバフェットシリーズを、ね、ずーっと解説して、まあ、計27本この動画を作ったんですね。 なかなかこんな本をですね、要約するんじゃなくて全容するみたいな形で、で、それぞれの項目でやってるチャンネルってなかなかなかったのかなというふうに思います。まあ、今まだ608人しか登録者いないんですけど、かなりね、しぶしぶこうやっていたという感じだと思ってみていただければと思います。で、ぜひこちらのサブチャンネルの方もね、リンク貼っておきます。こちらにね、えリンク貼っておきますので、よかったらぜひ見てみていただければと思います。で、バフェットの投資といえば皆さんね、どんな感じをイメージしますかっていうことなんですが、やっぱ長期投資ですよね。長期投資20年以上やる。だから 今から買って、1ヶ月後も儲かってますよっていう話じゃないっていうことをちょっと前提に置かせてください。で、そのために必要なものは、長期投資に必要なものは何ですかというとですね、これなんですね。この本の中で一番のキーワードとして言われているのは、永続的優位性というものなんですね。永続的優位性。まあ、優位性は意味わかると思うんですけども、他よりもね、優れている点っていう点だと思うんですが、えー、それが永続的に続くものっていうことですね。要は何かっていうと、企業が、えー、持続的にずっと成長を続けるための、 他よりも優れてる点を持っている企業を探そうっていうのがバフェットの視点なんですね。えー、で、その永続的優位性を見極めるためには何が必要かっていうと、少なくとも10年間分の決算書を見て、一貫性を確かめるっていうことなんですよね。でこの一貫性、まあ、この2つですね、永続的優位性と一貫性っていうのが、とにかくこの本の中にはキーワードとしてもたくさん出てくる、めちゃくちゃたくさん出てくるということなんですよね。ここをぜひ皆さん押さえておいていただければと思います。 で、何の一貫性を見るのっていうことなんですけども、まあ、例えば成長性、売上とか利益の成長ですね。これを10年間分の一貫性を見るわけですね。で、収益性、まあ、利益率もそうですね。えー、効率よく稼げてますかっていうね、えー、利益率であるとか、まあ、安全性、まあ、例えば自己資本比率ですね。バフェット結構ね、えー、あの、借金嫌いなんですね。借金の、まあ、少なさであるとかっていうのも見ますし、あとは効率性、ROE ですね。ROE についてはこの後説明をしていきたいと思います。まあ、この辺の10年間分の 永続的優位性を持っていうのがずっとこのね、バフェットのこの本でやっていた、この財務シリーズでやっていた。で、今日紹介するのはごく一部なんですが、おそらくこういった項目は重要だろうということで、この4つの項目っていうのをね、しっかりと見ていこうという話をしていきます。で、それ以外にも細かく分解したときに、こういうふうにね、優位性を持ってる企業っていうのは、こういう特徴があるよ、こういう一貫性を保ってる可能性があるよってことが、この27本の動画でね、解説してるわけですので、そちらの方もぜひ合わせて見ていただけるといいかなと。 よりいいいかなと思いますで、えー、一つポイントがありまして、ROE ですね。ROE はちょっとややこしいと思うので、簡単に説明をしていくのと、あと自己資本比率と ROE っていうのをね、えー、なぜここにポイントとして挙げてるかっていうのをね、えー、ぜひ見てみていただきたいなと思います。で、まず ROE の式なんですけども、純利益割る自己資本。 まあ自己資本というのは、まあ、ニアリーイコールでもう純資産だと思っていただければいいかなと思うんですが、要はですね、えー、その企業が保有している純資産、これは貸借対象表ですね、に対して、まあ、こっちが、損益計算書、全体の売上から費用を引いたら純利益が出ますねっていうところなんですが、要は、純利益割る自己資本、純資産ですから、えー、この純資産を運用してどれぐらいの純利益を生み出したんですかっていうね、えー、これ効率性を表す仕様だというふうによく言われてるんですね。 でただ、これ、短期的には矛盾するというふうに書きました。どういう意味かというと、ROE をじゃあ高めようと思ったら何をすればいいですかって言ったらですね、純利益を増やすか、自己資本を減らせばいいんですね。純利益を増やすか、自己資本を減らすと。 ということなんですでただ、自己資本比率が高いということは、純資産がめちゃくちゃあるということですよね。めちゃくちゃある中で純利益をいっぱい稼ぐって結構、やっぱり難しいわけですよ。比率が高くなるかどうかっていうのは難しいわけなんですよね。借金を活用して、純資産はあんまり使わずに、どちらかというとこの、この借金多めの資産を使って純利益をいっぱい稼げた方が、ROE というのは高くなるわけなんです。 でも、自己資本比率も高くて、純利益も高いっていうのは、短期的には矛盾するっていうのはそういう意味なんですよね。ですが、それをバフェットは求めてるわけですね。要は、ROE っていうのは、やろうと思えば高くできちゃうってことです。高くできちゃうんだけども、その、簡単に高くできる方法を使わずにでもですね、 むしろ上がりにくい状況下でも高い ROE を維持できるような、一貫性を持って維持できるような、そういう企業っていうのが強いよね。で、それでいて ROE が高い企業っていうのは、もうバフェットは買いであるっていうぐらいまで言ってますので、ROE っていうのは非常に重要な項目であるとともにですね、えー、ただ、まあ、この、ストレートに見るんじゃなくて、こういう状況下でも自己資本比率が高くても、負債が少なくても、ね、ROE が高い企業っていうのを見ていこうということになっております。まあ、ただ、ちなみにですね、こう株主還元をするとね、自己資本っていうのは減らせる効果があり、それは ROE 利用を高める効果がありそれはねもちろん全然、ね、いいよということも言ってますのでまあこの辺はちょっと難しいと思うんですがそこはぜひ財務シリーズで見ていただければと思いますはいでこの10年間一気にスクリーニングする方法っていうのがなかなか見つからなかったんですけどもついに見つけたんですよこれが何かというとマ、まあ、ネックス証券の銘柄スカウター、ね、これで10年10年間スクリーニングっていうのがあったのでこれをぜひ、ね、皆さんやってみていただきたいなと思いますこれを今日はね実践してていいいきたいという,ふうに思っております。 でこちらマネックス証券に今ログインしたページですね。で投資情報からこれツールのところまで飛んでいただくとこのツールのページに行くんですがえここにですね銘柄スカウターというのが載ってるんですね。ねでこれマネックス証券に証券口座を持っている人だったら無料で使えるんですよ。だから皆さんぜひ使ってください。で証券口座を開設するのも無料です無料ですし維持も無料です。僕、ちなみにマネックス証券にはお金は入れてません入れてませんが銘柄スカウターだけは便利なんでめっちゃ使ってます。なのでこれを使っていきましょうということになっています。はい、で銘 なるわけですねでこうやってま比較したりとかね、これよくあの個別柄をのとことん分析するマガジンではこれで比較してみたいなことをやってるんですが、この上にですね、10年スクリーニングっていうのがあるんですね。10年スクリーニングっていうのがあるので、これぜひやってみていただきたいなと思います。で、例えばですけども、もうここに保存しちゃったんですが、新規作成ということで、えー、ここからですね、 条件を追加していくわけですね。条件を追加していく。で、ここにですね、売上高営業利益というふうに書いてありますけども、この長期実績の中で連続増収年数とかありますよね。で、まあ、例えば、じゃあ売上と営業利益の連続増収年数を決定しておいて、で、えー、加えてですね、どれがいいかな。利益率。利益率で見たときにも、例えば、まあ、純利益率にしましょうか。純利益率を見ていって、かつ、あとは、 ROE と自己資本比率ですね。この辺を加えてみてで、これでいろいろ調整をしてみましょうということになります。で、ここの全連続増収年数、これがやっぱり普通のスクリーニングだと、今回から3期分ぐらいまでねえ、それはよくあるんですけども、これを連続9期以上ってできるわけですね。要は10年分見れるわけです。これも10年分見れると。これが大きいですね。これをした上で、まあ、利益率、当期純利益率で見たときには、例えば10%以内。 っていうふうにしてると、この時点でね、16件しか出てこないんですね。16件。なかなかすごいと。で、例えばじゃあ ROE が15%以上で、自己資本比率が50%以上とか、こんな感じにすると、もう12件に絞れてるわけですね。なので、まあ、こんな感じでし絞っていくといいかなと思います。 でえー、これをですね、まあ、こういうふうにこう設定したら、マイスクリーニングに設定を保存というふうにしておくといいと思います。そうするとですね、えー、ここに、えー、バフェットルールみたいな感じで、えー、こうやって、えー、保存ができますから、これはなかなかいいんじゃないかなというふうに思います。でちなみにこっち。で何をやったかというと、 これは、連続増収年数が9年以上、利益が9年以上、粗利率を60%以上にして、純利益率10%以上、で、ROE が15%以上、で、自己承認率60%以上ですね。これで、まあ、スクリーニングをすると5件しか残んなかったんですね。まあ、こういう感じで、やっぱ相当絞れる、相当それぐらい、バフェット基準でし厳しいんですよね。えー、厳しい中で見ていくってことがすごく重要かなと思います。はい。こんな感じでね、日本 M&A サービス価格コム、日本、 SHL,OBIC, ごめんなさいね、えー、E ギャランティ、ここが出てくるわけですね。で、まあ、10年間ずつ、えー、こういうふうに増収増益していて、であとは、あら率とかね、利益率とか、ROE とか、えー、自己資本比率とか、こういうのが見れるわけなんですよね。で、自己資本比率が高くて、負債が少なくて、かつ ROE が高くて、で、ずーっと10年間増収を続けているっていう、そういう企業がすごく重要になってくるかなと思います。 で実際に検索結果がこちらというのが、ねえー、さっきと同じものになっているんですがそうしたらですよここで終わりにしちゃダメこれで、えーまあ、ここにじゃあ投資をしようねという話ではなくてすぐに株単で、ね、詳細を確認していただきたいんですね。 詳細を確認でカプタンは,これはまあ僕、プレミアムプランなので、え成長性見ると、ですねこういうふうにこう過,去回過,去過去の全部をねえ見れるわけなんで、これもめちゃくちゃいいんですけども、でこれは1980円税抜きなんですがえ、こういうふうに確認をしていって、本当にもう何年でも何年でも、ね、増収増益を続けているのか、であとは何パーセントぐらいで増収を続けて増収増益を続けているのか、成長性をねえ見ていくってことがすごく重要かなと思います。 でこれ、日本 SHL、あんま聞かない会社だったんですけども、時価総額もちっちゃくてですね、PR も16倍ぐらいなんで、あ、なかなか良さそうだなと思って、これ今度ね、ちょっと分析してみたいなというふうに思って、これが今、買った方がいいという話ではないんですけども、なかなか良さそうだなというところでね、見ている限りでございます。で、こうやって見るとね、やっぱりま10年間近く、増収増益をかなり続けていますよね。続けていて、で、まあ、直近で見ても、一株益で見ても、大体10%前後ぐらいは、ずっと増収増益、まあ、増益を続けているので、なかなか 優秀なな企業だなといいう,うに思いますでこれなんでこんなことを見てるかっていうとやっぱり10年間ぐらい見ると何が起こるかっていうとその間にですね結構やっぱ上下するんですよねかなり大きな上下があるはずなんです、えー、でもそれでも増収増益を続けられるだけの力を持ってるってことは優位性がある可能性があるってことなんですね。 あの短期的にめちゃくちゃ上がる企業を買ったらいいじゃないかって思うかもしれないんですがそうすると短期的にめちゃくちゃまた下がる可能性もあるのでえだったら長く持つことによって本当に上がっていく企業っていうのを持ってた方がいいよねっていうそういう考え方なんですよねここをぜひ押さえておいていただければと思いますちなみに日本 SHL のチャートを見てみるとこれはリーマンショックの時はここですねさすがにこの辺は、ね、マイナスになってたたというのもあって株価も安かったあとは上場直後から下がってったただそこから見ると400円から今2600円ですから、まあ、天馬側までは行きませんけども結構上がってきた であとはまあこれ、ね、えー、この中でも高値を更新しつつあるというところですから、やっぱり強いですよねということになっております。 でえー、じゃあ実際にいつ買ったらいいのかということなんですけども、ちょっとバフェットが株を買うタイミングについても、ちょっと簡単に紹介をしていきたいなというふうに思います。バフェットはこういった株のことをですね、エクイティー・ボンドという考え方を持って投資をしていくっていうふうにこの本の中では言っています。エクイティー・ボンドいや、聞いたことあんまないと思うんですが、エクイティというのはまあ純資産、自己資本、資本のことですね。で、ボンドというのは債券のことなんですが、要は、えー、勝手にですね株のことを元本保証型の株価連動型債券だと思って投資をしてるんですよね、バフェットってね。すごいですよね。 こうなんか僕らは値上がりにね、値下がり値上がりにこう、振り回されながら、はぁーみたいな感じでやってる中でですね、元本は保証されてるんで、もうなんか枕を高くして寝てですね、で、それで、まあひたすらこう稼ぎ続けてくれるっていうそういう考え方になっております。で、まあ企業をね、丸ごと買収するみたいなそういう規模感なのでそういうふうに考えられるとは思うんですが、例えば、まあ日本 SHL を、まあ、仮に、 えー、買った場合にどういうふうに考えるかっていうと今2617円で買えるわけですね一株ねでに対して一株益が160.4円ですからまあいくらぐらい稼いできてくれるのかもうこれがバフェット買収した場合にはこれがバフェットの利益になるわけですよね株主のものですから一株益ですから、えー、なのでそうすると毎年6.12%の利回りを稼いでくれる、えー、元本保証型の株価連動型債券だということなんですよねああ6.12%なかなかいいですよねでしかもこれがまあ10%ぐらいで成長し続けていくってことなんでこれがずっと 増え続けけててていいいいくわでですすよよねね、えー、気がががたら年年後10年後っっううのは、えー、このはここにななるる可能性あととんそうするともう何年も経たずに元本は完全に回収してしまうしで株価とともに連,連動していくし、まあ、仮に下がったとしても元本は保証型なんだよっていうことで、ねえー、そういうことですよ、えー、なのでそれはすごくね、えー、いい考え方だなそういう風に長期投資っていうのを考えていくんだなってことをぜひ参考にしていただければなと思います、まあ、ただし長期投資額は超重要なんでこれはなるべく抑えることが重要ですよということでいつ買うかよく 相場の時ですねやっぱりね弱気そばの時今じゃないんですよやっぱ弱気そばの時にしっかりと、えー、こういう優秀な会社を見つけておくってことがすごく重要になっていきますでかつ、えーまあ、弱気そばじゃなくても買う時があるとするならば優秀な会社が解決可能な問題に直面してる時なんか短期的なヘマをやらかした時みたいなこと言ってるんですけど、えー、そういうのはねすごく重要なタイミングだよということで、えー、紹介がされておりましたでバフェットがまあ大量購入したで有名なのがですね例えば1987年これはブラックマンデーの時ですね、えー、この時に株を大量購入していたコカ・コーラとか、えー、そういう会社を いいいっぱい買っぱ買ていたりとかあとは2008年、これリーマンショックの時ですね。リーマンショックの時に、えー、バフェットは株を、まあ、どん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 買っていったというのもこれも有名な話なんですね。で、あと2020年、消費者株ですけども。 日本の株買ったりとかもね、えー、してますからね。やっぱりこういう弱気相場の時っていう時にバフェットは結構出動することが多い。それはなぜかというと、先ほど言ったように、エクイティボンド型の証券でも、やっぱ初期投資額をなるべく抑えた方が確実に有利なので、えー、それで稼ぎ続けられる企業っていうのを買っていくということですね。まあこれぜひ参考にしていただくとすごくいいんじゃないかなと思います。で、実際にじゃあ株を売るタイミングはいつなのかっていうところなんですが、二つあり、あ、三つありまして、えー、もっと良い株が、もっともっと良い株を、ごめんなさい。もっと良い条件で買える時ですね。 もっと良い条件で買えるときだと思ってみてください。ね、そしたら、まあ、今5、5%で回っている株よりは10%で回れる株が売ってるんだったらそっちの方がいいよねっていう話ですね。であとは優位性が失われそうな場合っていうふうに書いてあります。時代性もあるということで、この本の中では例えば新聞社とかテレビを運営している会社とかっていうのは、まあ、昔はやっぱりもう一般家庭どこの家庭にも新聞取ってたしテレビもあったしってことだったんですがやっぱりインターネットが普及して、まあ、新聞が読まれなくなったりとかテレビがまあ普通に見られなくなっていったりとかそういう時代性もある。で 今回コロナもあってね、時代性が変わりつつあるので、まあ、そういったところでは、本当に優位性が失われそうな場合であればですね、売るということですね。えー、ここはぜひ押さえておいてください、えーで。あともう一つはバブルの時ですね、バブルの時で一応株価収益率 PR で見た時には、40倍を超えてきたらそろそろ売り時が近いんじゃないかみたいな話もしてました。で、40倍なんてね、今のね、ハイテク関連で見たらですね、もう大体ほとんど,とんどの銘柄40倍超えてますからね。まあ、そういった時が、もしかしたらまあバフェットはどう見てるかわかんないですけども、バブルの予兆であるとか、あとはまあ株価収益率 PR が 40倍を超ええててていいいるるととううのははそそろそろろ時であるというところはぜひ押ささおいてくださいじゃあ、そしたら売ったらどうすればいいんだと。次何買えばいいんだということなんですが、えー、これ著者からの最後のメッセージで、銘柄をうまく売り抜けたとしても、バブルが続いている間は慌てて乗り換えるべきではないと。次の弱気相場を待つのだ。弱気相場は必ず訪れるのだからと。その時が来たら、途方もない永続的優位性を持つ企業を思う存分買いまくればいい。ウォーレン・バフェットと同じように。 ね。この本の著者であるメアリー・バフェットとデビッド・クラックさんはですね、こんな風に言ってるわけですね。なので、まあ今皆さんがですね、どういう状況下にいるかは正直わかりませんけども、次の弱気相場。 に行くまでの間、もちろんその間にね、いろいろできることはあると思うんですが、弱気相場必ず訪れるわけですね。で、その時に、え実際に永続的優位性を持っている企業を、どれだけ自分の中で買いの候補としてストックできているかってことが一番重要だと思うんですね。で、プラスですよ。思う増分買いまくるだけの余,余裕資金がないと買えないわけですね。そうしないと、ウォーレン・バフェットのような超リッチにはなれないということになっています。今すぐどうこうしようという話ではなかったんですが、ぜひですね、今後の、まあ、参考にしていただいて、弱気相場っていうのは絶好の買いのチャンスである。 その時に永続的優位性をを持つ企業を買わななけければいけないそんな風にね、えー、ぜひ今日は捉えていただければ嬉しいかなと思います。ということで、2の動画のまとめになっております。まず、バフェットはですね、永続的優位性を持つ会社を長期で保有するスタンスですよっていうのをぜひ押さえておいてください。で、マネックス証券の銘柄スカウター、10年スクリーニングを使えば近い銘柄、ね、あくまで近い銘柄、えー、もう少しね、しっかりと分析は必要なんですが、近い銘柄が簡単に見つかったということですね。で、今日の条件だと5銘柄しか見つからなかったんですけど、あれ条件もう少し緩めてあげれば20とか30とか出てくると思います。 のでそこからですね、化ける会社っていうのはね、見つかる可能性はあるかなと思うので、結構面白いですね。これぜひ皆さんやってみてください。で、永続的優位性を持つ企業を探し、買い時、まあ、弱い相場弱、弱く相場、永続的優位性を持つ企業を探し、まあ、買い時、弱き相場に備えようということですので、まあ、ここはいかにね、もうやるかやらないかの問題だと思いますし、ね、チャンスって本当に一瞬しか来ないので、ぜひ皆さんもね、永続的優位性を持つ企業を探していこうということを、ぜひやってみていただきたいなと思います。 では、指数の今後の売買ですね、きょうは一東の一も均衡表で見ておきましょう。でなぜこれを出したかというと、えー、日経金株価なんですが、これ、基準線を、ね、超えるって、すごくやっぱこの一も均衡表上で重要なんですよねで。金曜日の動き、あとはアメリカの金曜日の動きを踏まえまして、日経酒物がですね、えー、2万9215円、プラス350円ぐらい上がりそうであるというふうに言われてるんですが、基準線が 29, 2万9172円ですから、ここを超えそうな値にはなってるんですね。なので、えー、実際、超えてくるか、超えた状態で終わりを迎えられるか、えー、ここに注目をしていただければと思います。 トピックスいきましょうトピックスに関しましてはこれ基準線超えてるんですね、やっぱりトピックスの方が強い状況が続いているということなんですが、まあ、基準線をひとまずは維持できるか注目をしていきましょう。でマザーズですね、もうマザーズはね最悪逆転が起こっちゃってるんで、基準線超えるか、転換線超えるか。 あとは雲を越えるかも、これ順番にね、こういうふうに処理していくしかないと思うので、どうなっていくのか見ていきたいと思います。ニューヨークダウン行きましょう。ニューヨークダウンに関しましては、これ、基準線3932ドルですね。ここを維持できるか注目をしていただければと思います。サンドピーも一緒ですね。3822ポイント。ここをまずは維持できるか注目をしていっていただければと思います。ナサク、ナサクに関しましては雲の中にいますね。雲割れなくてよかったね。ですが、まあ、雲を維持できるか、ひとまずは雲を維持した上で、転換線や基準線、雲の上という形で 続いていくかどうか注目をしていただければと思います では今日の動画のまとめになっております。まずね、週間ベースで、えー、指数を見ていきましたが、日経小幅下落でトピックスは上昇なので、まあこれ優位性がね、こっちの方に強かったんだということをね、改めて感じていただければと思います。で、アメリカ株は小幅あ反発ということでございました。で、今日はね、バフェット基準のスクリーニング方法、メーガラースカウターの10年スクリーニングを紹介しました。かなり便利だと思いませんかえ僕はこれ見たときに、お、すっげえ便利なのあるじゃないかみたいな感じでね、感動したんですよね。なので皆さんもですね、ぜひ10年スクリーニングやってみていただきたいなと思います。で、こう、基準としては10年スクリーニングで永続的優位性を持つ企業っていう、な とか意味分かりましたやっぱり、えー、これを持てるか持てないかってすごく重要だと思うんですよね。これからもう今も,もう上下にこう触れまくってますけども、えー、あたふた、あたふた、ガクガクブルブルするんではなくてですね、まあ、超余裕みたいな感じで、えー、持,てる持ちきれるか持ちきれないか、あとは持ちきるんじゃなくて、まあ、売ったとしてもですね、次のね、弱気そばで,まで待とうと思えるか思えないか。 めちゃくちゃ重要だと思いますから、ぜひね、取り入れていただければと思います。で、あとは、基準線と株価に、えー、関係に注目ということで、えー、日経平均株価とか、まあ、あとトピックス、ナスタック、えー、S&P、まあ、この辺はですね、基準線と株価にね、えー、注目をしていただきたいなと思います。で、マザーナスは雲と株価、ね、マザーズとナスタックですね、では雲の下にいたり、雲の中にいたりということですから、雲と株価に注目をしてみていただければなと思います。では、今日も最後にお知らせを入れさせてください。個別名画とことん分析するマガジン、メドピア、えー、配信中でございます。結構多く の方にですね見ていただいているようで結構まあいいねボタンも集まってきてるのでよかったら皆さんもぜひ見てみてくださいかなり今回はあの文字数を抑えめにして端的にですねポイントをついてお話をしているということになっておりますいつもは5000文字6000文字ぐらいあると思うんですが今回はそ,そこまで行ってないと思いますのでかなり読みやすい記事になっているかと思います、えー、ぜひ皆さん見てみてくださいで今日のおすすめ書籍ですねもうこの今月のボーナスタイトルだいぶ読み終わってきたのでここもねおすすめポイントを紹介していきたいなというふうに思っておりますこれはあなたら しさを武器にするということであれももこれも手を出していていは大きなな成果は得られない、えー、これいこはもう本当にそうだなというふうに思ったのがイチローの例えだったんですがイチローは野球選手として有名ですけども例えばイチローがバスケット選手バスケットとしてもサッカー選手としても、えー、あとは学者としてもなんかうまくいきたいというふうにずっと思ってたらあんなに野球で、えー、頑張れなかったんじゃないかあんなにが野球だけで活躍できなかったんじゃないか彼は野球というあんたらしさを武器にして、えー、そこに集中したからあれだけ野球選手として成功したんだよと。 案外皆さんも 違うもの、自分らしさがないものに集中したりしてませんかってことですね、えー。株もそうだと思うんですね。自分に合った、えー、投資の方法であるとか、えー、僕は、まあ、短期投資も一応やってるんですけど、短期投資向かないなと思っていつもやってるので、まあ、そこにはあんまりこう注力せずにですね、まあ、中長期投資とか業績とかファンだとか、あとはテクニカルも好きなんですけども、えーまあ、それも含めて総合的にやるっていうことにね、注力をしてやっていこうかなというふうに思ってるので、まあ、あなたらしさをね、武器にするためにあなたらしさを探し続けるってことはすごく重要かなと思います。で、この Amazon Audible がね、これ今月のボーナスタイトルということで、誰でも これ無料で聞けるわけなんですよね。で、こうやって1ヶ月無料で月1冊さらに無料で聞けるということですから、Amazon Audible ね、まだやったことない方は、概要欄のリンクの方からぜひチェックをしてみていただきたいなというふうに思います。ほんと便利ですよね、えー。本当に便利だよという方もね、たくさんいただいているので、よかったらまだ使ったことない方いたらぜひ使ってみてください。はい、ということで今日はちょっと長くなってしまいましたが、こんな感じで終わっていきたいというふうに思っております。 ちょっと朝になってきましたね。今の時刻が6時19分ですね。例、えー、になってます。えー、日曜日の朝から頑張っております。えー、今日も皆さんね、えー、ぜひ頑張っていきましょう。えー、今日の中でもぜひ参考になればグッドボタンの方とか、えー、チャンネル登録のぜひよろしくお願いいたします。で、結構まあ夜配信したりとか、いろんなことをね、これから株式投資の情報を配信していきたいと思ってますので、よかったら通知の方もオンしておいていただけるといいかなと思います。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。